はい、どうもおっさんです。パート18になります。まあ、前回はね、まあここ絶対もうマロの国だよもう間違いないで、なんかよくわからない女王みたいなやつがそのマロの国を乗っ取ろうとしてる。だから俺はそいつを叩くっていう話でしょう、きっと。すげえ、あっという間に金がなくなっていく。もう105枚しかコインなくなっちった。大丈夫かね、俺。でかいグローブだと。お、いいね。10上がりますね。ふかふかのつなぎ。お、防御力上がりますね。素晴らしいですね。まあ、ここはいいでしょう。こうかな。10上がりますね。センス。ふかふかのドレス。あとは、お、10攻撃力上がりますね。6上がりますね。Gのは攻撃力が10上がる。防御力が6上がる。いいですね。まあでもこのマリオ、クッパ、ピーチが安定してきたな。もう大体この3人使うもんな。このハッピーシェルだったりとか、つなぎ、セーラー系はもういらないでしょう。いまだに、おお、パタパタ勲章、値段めっちゃ高え。これをつければ君のパタパタ力がアップって、パタパタ力の意味がわかんないんだよな。どういう効果なんだろう。それがね、さっぱりなんですよね。まあ、きっと500円で売れるってことは相当いいアイテムなんだろうけどな。効果強えんだろうな、きっと。ん？なんだ？ほっはっ。隠し箱ねえか。ここは？以前はお城の中に自由に入れたのに、きっとマシュマロ王がご病気だから入れなくなっちゃったって。火山をご存知？あー、なんかマップで見ましたよ。きっと温泉から行けるんでしょうね。温泉なんてあるんですか。そんないい場所が、こんな雲の上にはないよな。僕はあそこの火山を見てるんだ。スターピース、うーん、そんな名前聞いたことないんだと。こっから火山見えんの？こっからマロ王子ってあんなに太ってたっけ。でも見つけたって言うから本物なんだろうな。みんな素直だな。俺は城の中で働いてるのは何回か見たよと。マルガリータ様が王子を叩くの。わーお、きっと厳しい教育をしてるんだろうなと。マロ王子はなんでマルガリータを女王にしたんでしょうねと。自分を見つけてくれたからかしら。それを、見つけたのはケロケロ仙人だよ。また王様にお使いしたいわと。昔はお使いしてたんですね。昔見たマロ王子はまだ小さくて、それは可愛いものでした。それがあんなにたくましく育たれて。いや、もう種族が違うからね。マロ王子は銅像が大好き。銅像。そうなん、マロ。ちょっと教えてくれ。城の中にいっぱいある。へえ、そうなんだ。ジュゲームバス。いや、全然知らない。マロ専用の。へえ。そんなのがあるんだ。あ、じゃあ元気になれば乗らせてくれるってことね。そのジュゲーム。よくわかんねえけど。変わり果てて大丈夫かもしれないと。いや、まあまあ、確かに帰っては来たからね。今ここにいるから。ああ、出入りさせないようにしてるわけね。そこは彫刻家ガロの家だよ。マロ王がよく銅像を注文していた。でも王様はご病気だから注文どころじゃないんだ。ああ、なるほどね。ここの家がね。彫刻がガロの家。おお、おお、マロやんけ。
ここにマロおるやんけ。あ、僕だ。ああ、それかい？それはマシュマロ王の若い頃の。坊やわ。こんにちは。僕はマロと言います。で、こちらがマリオさん。マロ、やはりそうですか。王子、すっかり、まあまあそうですね。すっかり大きくなられましたね。そうだよ。めっちゃ驚いてる。僕が王子？わあ、いいね。なんかこの RPG 的な要素素晴らしいね。まさか自分が一緒に旅してた仲間が王子だったみたいな。王道だよね。 RPG あるあるだ。王子だったり姫だったり。その帰り船に育てられたのかと。やはりマロ王子に違いありません。ということで、マリオさん、僕は王子です。マリオの肩のがっくし具合半端。すげえ、銅像とマロ同じ向き向いたら変わんねえな。しかし、マルガリータが言うのはどうもおかしいと思った。ということは、ひょっとすると王子の父上マシュマロの病気無双。おでは、早く城の中のパパとママを助けてあげなくては。もうノリノリだね、マロ。さっきまで俺わかんねえのにみたいな感じだったのに。おーおー、行っちゃった。お前なんだ、入れない。ん、どうした。ん、そうだ、いい考えがあります。ちょっとこちらへ。なんですか、用意はいいですかな。いや、ちょっと待って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 、なんかもう乗り込みそうな気がするね、これ。これ乗り込むでしょ。マロの銅像に乗ってやろう。このマルガリータとかいうやつが元凶なんだろう。ほらほらほら、こいつめこいつめ。あー、どうしたもんかね。とりあえずなんかこっちにもルートがあるから、こっちも行ってみましょうか。あ、なんだ、何にもないぞ。あ、なんだったんだ。他に行くところってないよな。もうない。となると、じゃあ、行くか。入れないもんね、ここ。ああ、ですね。行きますか。いいよ。じっとしていてください。はいはい。お前まさか。お前、バレるって。コーティングされていく。これでよし。あ、動いちゃいけません。銅像のように振る舞うんです。いいですね。では行きましょう。あ、引きずられていく。どういう原理で引っ張られてんだろう。マリオがマルゲリータ女王の銅像に捕まってんのかな。待て、マルガリータ様に似てない。アラビアータの銅像だ。むちゃくちゃだね。すげえ、それでオッケーなんだ。あ、ガロ、いいね、よくやった。おお。わ、やべ。まあ相変わらず素晴らしい出来ざます。私の美しさが見事に出ているわ。さすがガロ、ありがとうございます。では私はこれで。ちょいとお待ち、この薄汚い銅像は何。ものすごい勢いで目そらしたぞ。それは私の最新作でございます。マルガリータ様に特別にご用意いたしました。名付けて弟を訪ねて4000里。ご覧ください、このふさふさとしたふひげ。弟思いの優しさを表してみました。ルイージのことか。そしてこのしっかりとしたもみあげ、心の強さを表してみました。そしてこの足、どんな距離もひとっ飛びで届く強力なジャンプ力を表してみました。お気に召したでしょうか。ほう、私も芸術にはうるさい女。そしてこの銅像は
素晴らしいザマス。さすがガロ、私の美しさとこの像像の力強さがまったりと調和するザマス。ありがとうございます。では私はこれでマリオストーリーのキャラたちはみんなバカばっかりなのか。ん、どうした、今なんか渡されたのかな。素晴らしい。ドド、何してるの、早くのこの銅像を運ぶざます。ドドってもしかしてマロ王子って言われてたやつか。あー、やっぱり。まったく、さっさとしなさい。いやー、いい具合に飼われてますね。ん、何を見ているんだ。おー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 おお。めちゃめちゃマルゲリータに対してキレてるやんけ。めちゃめちゃうっぷん溜まってるよ。はい、よいしょー、まあ、進んでいきましょう。セーブ。でドド、銅像はきちんと並べたざますか。そしたら今度はピカピカに磨くざます。私の美しさを引き立てなさい。なんなのよその顔は。言われたらすぐに取りかかるざます。急げ急げ、戻れ戻れ。ドドはかなり不機嫌な様子。銅像の振りがバレないようにジャンプで切り抜けよう。ほら足音が聞こえてきた。わーお、難しいね。いけるかな。はい。動いてないよ。お前の見間違いだよ。はい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 。なんざます、銅像が動いたと言いたそうな顔ね。いやちょっとタイミングミスったか。早く磨くざます。難しいね。なんとか切り抜けたいところだな。これ逃げ切ったら多分戦闘しなくていいってことだもんね。いや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 、そんなバカなってなってるよね。はい。いやー、絶妙に回避していく。はい。はい。はい。よっしゃー。あー、よかった。あぶねー。うまいことなんとかなったな。この銅像の上でなんかジャンプしたらアイテムもらえるとかねえかな。ねえか。隠し通路的なんないかな。はっ、やよそい、ないか。あれ、なんか落ちてる。ドドの羽、これなんだ、貴重品か、アイテムかな。ん、なんだ。装備か。じゃあ、あー、装備である。素早さが20アップ。へー。
あ、うまくなんとかクリアしたら今のアイテムもらえるってことか。やったね。はい。まあ、とりあえずセーブですね。よいしょ。じゃあ続きをいきましょう。どうなっ、おう、疲れた。はあ、見張りは退屈。マリガリータ様、つまらない仕事ばかりよこす。でもドドの仕事よりマシ。ドド、マルガリータ様の銅像磨きを毎日する。俺だったらこうやって磨く。やめろ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 、痛い痛い痛い。うわー、銅像って動くか。銅像って動かない。じゃあこれはお化けの銅像だ。そっちか。そうなるんわけね。敵だってのならねえんだ。こっち行ったら出口か。お、出れる。あー、こっち行ってみましょうか。うわっ、うわ、早速エンカウントしそうな敵ですね。よーし、ピーチ攻撃していこう。まあ、ハイヘイホーから倒していきますか。まあ、クッパとね、マリオのダブル攻撃で、このロロも倒せるでしょう。まあ、デミグラはね、攻撃せずにずっと寝ておいていただきましょう。目覚ましたら厄介というか、ライフが高いからね、倒すまでがちょっと大変だわ。まあ目覚ますわな。81ダメージ、なかなかいいダメージですね。いや、クッパは打撃面においてほんともう優秀だね。防御すればマリオだとちょっとダメージ食らうところを20とかね、あの辺りまでダメージ食らうんですけど、クッパは防御したら0になるからね、強いよね。何なんだ一体。うわ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 、だから戻されてたのか。ん、なんだ。うわわわわわわわ、なんかいっぱいいるね、いっぱいいるね。うわわわ、お、いいね。フラワーゲット。いいぞ。この銅像の上に乗ってなんか意味あるかな。なんか隠しでもボックスとかありそうな気がするんだよね。なんかこんな銅像がいい具合に置いてあったりしたら。違うかな。はい、はい。あ、こっち、さっきのやつだ。あ、いけるんだ、こっちからも。でもこっちからちょっと行ってみたいね。はい。この風車みたいなやつ、ヘクトバール、ハイクララ。どっちの方がいいかな。ヘクトバールから行くか。防御力高そうだよねこいつ。いや、そうでもなかったね。ワンスアゲイン、いいね。160ダメージ、すごい。マリオいいダメージだね。246。ハイクララ弱いね。なるほどね、敵じゃねえと。うわ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 、デブッチョがいる。肥満パタ。そう、強えな、と強え。防御で12ダメージか。152、素晴らしいダメージですね。じゃあ200ぐらいいくんじゃない、クッパ。あら、いかない。取った肥満パターはジタバタしてる。自分の体重が重すぎて移動できねえのかな。攻撃できない。
うわーすげーダメージだ。防御、クッパが防御しても28ダメージ受けるって相当だよ。なんかあれだね、2ターンに1回攻撃してくるみたいな、ポケモンでいうケッキングみたいな感じか。攻撃力上がって防御も上がる。あーいいね。まあライフ上げましょうか。1位、ライフが上がったけど1位、それはちょっとダメでしょう。うわわ、こいつも動くんかい。82ダメージ、結構いいね。鋭い爪、いやー優秀だね。このバーディーに対してはもしかしてマリオのパンチの方が効くんじゃ。あ、それそんなことなかった。そんなことはなかったぞ。この太ったパタパタ、なんか防御力高いかなって思ったけど、そうでもないね。よし、いいね。ダメージゼロだ。マリオが17レベル、ライフが9上がってる。おー、いいね。なるほどね。攻撃力をちょっと上げていきましょうか。どうがいいかな。攻撃力だと思うんだけどな。うわっと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 、はいはいはい、いいわー、いっぱいいる。なんなんだここは一体。うわわわわわわわ、なんじゃこりゃ。こいつら、あの海賊のところではお世話になったけど、絶対敵でしょ今回は。デミグラは寝ている。いつも寝てんね。スペールっていう名前なんだ。よし、スペールに攻撃だ。234、うわーいいね。絶対スペールなんかあの魔法使うもんね。ってなったら先に叩いてた方が絶対いいでしょう。ラッキー、鎮魂の響き。さあ誰だ、マリオ。やばいんじゃないかこれ、もしかして。あ、落ち込んだ。魔法が使えないっていう感じかな多分。さあこれで目を覚ます。まあ普通の攻撃が入るよね。だからスーパージャンプとかファイヤーボールとかあの辺りが使えなくなるだけだと思うんだ。よーし、コイン2倍、 OK。 今度こそ当てる。一番右。ドローばっかり。あ、ピーチがレベルアップですね。なるほど、まあ、ライフをひたすら上げましょう。ピーチはライフでしょう。あのでっけえパタパタ、安心リン、安心バッジ、いや安心バッジじゃなくてセーフティーバッ、セーフティーリングの方がいいでしょう。教えてもらったセーフティーリングをつけましょう。なんで俺安心バッジつけてなんだろう。一撃し攻撃を防ぎますと。いやまあそれ以外にも多分防いでくれるって言ってたからね。あなたを超えたくて、まああなたを超えたくては継続してつけときましょう。うわ豪勢だね。これはなんかウルトラジャンプ試してみましょうか。まんべんなくジャンプでダメージを与えられるってことか。おお、いいじゃない、強い。これで終わりでしょ。あ、強え。複数の敵に対してウルトラジャンプってこんな有効なんだ、強い。はい、え、あれ鍵がかかってますと。誰か鍵持ってない？お前持ってる、もしかして持ってねえかな。鍵が多分どっかにあるんだろうね。
250。ものすげー威力だ。すげー。マロ16レベル。魔法ですね。魔法をあげましょう。さあ、ここは？ダメダメ。あぶねー。こっちは？いや、こっちもあぶねー。まあでも行くしかねえか。どっちかにあるんだろうな、何かが。ほっ、ほっ。わお、わお、わお。いっぱいいる。いっぱい。これは厳しいね。マリオをちょっと攻撃させてくれ。うわぁ、集中攻撃だね、マリオに。マリオのウルトラジャンプを恐れてか。よし、どうよ。モンスターは衝撃を受けた。マリオやべえってなったんかな。一気に3人もやられたぞみたいな。どうするってなってんのかな。そりゃなるわな。俺も同じ立場だったらなってるわ。ジーノは攻撃力が高いっすね。いいね。まあ、ライフ上げておきましょう。ライフがちょっと心もとない。で、ピーチのスペシャル技を使ってちょっとあのライフを回復させておきましょう。ジャンプ。あら。デミグラ起きてたよ。今。めちゃめちゃあの、そのスプーン、フォークか。フォークをあの振りかざしてたよ。俺の見間違いかな。こいつめちゃめちゃ起きてたけどね。鎮魂の響き、毎回マリオに当ててくるな。そんなマリオに対して恨みがあるかね。あ、ライトニングボール、大丈夫か。24。まあ食らうわな。ラッキー。おー、強い。158ダメージ与えたら一撃死なんですね。じゃあこれでほふれるでしょう。ラッキー。お、ラッキー。こんなにいっぱい出たらどうなるんだろう。4倍とかになったりするのかな。それだとだいぶ胸熱だよね。すげえ、うまく防御したらダメージゼロだ。はい。さあ。ああ、2倍か。まあ、ドローですね。なるほどね。私はこの城の見張りをしていました。でも、マルガリータ様に鍵を全部取り上げられてしまったんです。マルガリータが鍵をいろいろ持ってんだね。もうクビになってしまったことだし、この合鍵もいらないのであげましょうか。ああ、いる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 。それ絶対さっきの入れなかったところじゃん。ありがとう。宮殿の鍵1。1ってことは2もあんのか。フラワーセット。ありがとう。何も言わずにもらう。どうしよう。どうしよう。恐怖攻撃、ビビ、あー、うー、精髄してよ。はい、っていうことでね、パート18、これで終了でございます。この城の中をね、どんどん探索していって、マルガリータを、まあ、倒していくっていう流れに、まあ、パート19でなるんじゃないかなと思います。はい、それでは次回お会いいたしましょう。ではご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良いと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。 Twitter もやってますので、フォローいただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。